お疲れ様です。元、まあ、社員なんですよ。まあ、何回かいたか。まあ、そいつらのボス、うん、ボスボス中のボス、あの辺のボス、あの辺のボス、はい、まあ、もともとうち上げてたけど、今、はい、何やってる、太陽光、今一応太陽光関係だね。で、今福島に、まあ、遊びに来たんですよ。さあ、じゃあ、何喋る。でも、まあ、建設業って、まあ、そういう結局お茶業界やるやん、まあ、どこまで行っても。じゃあ、ね、なんか建設業界がなんか良くならんのはお前らみたいなせいだとかどのものって言うけど、いや、建設業界はそもそもそういうもんなんだって。別にこの業界を良くしようとかなんか、じゃあ大学出たような子がやるような世界じゃないし、やる必要ないと思うんだよ。体を動かすのはね、監督とかそういう技術系のことを言えないんだよね、頭いいやつは。俺ら頭悪いんだもんね、体を動かすのが仕事なんだって、それでいいと思うんだよね。なんかそれをなんか変に外野がごちゃごちゃ言うなよ、ね、この業界良くしながらとか、だから悪いやつがやってるから良くなんないとか、もう俺らも理解しようもんね、別にこの業界を良くしようなんて思ってないけど、ただそういうやつらでも一生懸命やったらまともな人間になれるっていう受け皿にはなってるよね、建設業って。中途半端な人間だよね。何中途半端って。じゃあだからそう、学校出ました、うん、ね、まあトヨタで働きますとか、うんうん、まあ、そういう段階の人じゃなくて、結局はそうじゃないですか、働くって何ですか。僕もそうだったじゃないですか、うん、まあそうだよね、働くって何みたいな、仕事なんてしたねえし、うん、みたいな。いやだからもうそうじゃないですか、駅行って女子高生見とった方がいいし、ダメ、今じゃないですよ、昔じゃないまだ、ね、昔だけど、だけど、まあ、うん、きっかけもそうじゃないですか、まあ、うちと俺と出会った時だな。豊かがこうたまたま声をかけて、僕なんても遊び回っとったし、仕事もしなかったし、うんうん、まあ、それ仕事しなくてもなんとかなったしね、若い子って。そうそうそう、だけど、うん、でもじゃあ何が正解って言ったら別にないかもしれんけど、うん、だけど別に失敗から学んだやつの方が強いじゃないですか、でも結果は、うん、ああまあそうだね、失敗しないやつの方が危ないですよね、でも、うん、で分からん、最終的な ゴールがどこかって言ったら、でもそれ分からんことないでも、うん、そうそう、うん、ゴールがね、なんかどうとかさ、まあ、みんなアンチコメント結構あるんだわ、うん、お前らみたいなやつがおるとこの業界良くならないとかどうのこうの、俺そうじゃないと思うんだよな。そうそう、じゃああなたたちみたいな人いたら良くなるのかっていうわけでもないですか。そう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 、大学の子たちがじゃあやるんかってやらんじゃん、別に、うん、やってもやれんと思う、逆に。で建設業なめてないって、いやこんなのこんなきつくてえねえ仕事なんか、うん、そう大学出て勉強しかしたことないやつが、うん、じゃあやれるかってやれんよ。じゃあ教えてあげましょうよ、視聴者の人に。なんて、本当に難しいことは自分がやったことないことが一番難しいんだよって。どういうこと難しいんです。そうじゃないですか、だって僕じゃあ哲学的だったら、僕じゃあ哲学的だったらお前もじゃあだってそうじゃないですか。じゃあ明日からじゃあなんかパソコン使って生産作業難しい、ああ、ね、そういうこと。じゃあその考え今やってそれでお金儲けできるか、できない絶対、なんでかって言ったら、そこに入り込もうとも思わない。あ、なんで、ね、難しく見えちゃう、どうして。あ、うん、だけど僕もいろんな飛びやって太陽光やって、うん、最初この太陽光なんて別に難しそうにしか見えんかったけど、うんうん、だけどじゃあやったきっかけは何かって言ったら、うん、まあ、やるしかない状況もあったっていうのもあるし、もともとはね入り込む時に、うん、だけどやってみたら意外とできちゃったみたいな、うん、だからその状況じゃないですか。でも反対にじゃあその今アンチコメントでじゃあ、うん、例えばその、ね、こうやってお前らみたいなもんかって言われる、うん、じゃあその人たちは、うん、じゃあやれってなったらできないと思う。できないよね、うん、でまあよく言うのがそんなのやりたくないだし、うん、やりたくないのが普通だと思うんだよね、うん、で俺反対側もね、俺らもそうだしね、うん、こっち側からとしてもそうじゃん、うん、あんたたちみたいになりたくないと思う、うん、じゃあじゃあそうじゃない、まあ、そうそう、だって反対にだって難しそうで分かんない。例えばその、うん、そ見てる人が例えばじゃあね、そういう IT 関係の人だって、うん、まあずっと一緒に座るような仕事でね、うん、そういう人だったら分かんないし、別に分かんないし、まあなりたいと思ったよね。別に俺はお前らみたいに椅子にずっと座って、うん、パソコンカチカチやっとるだけで、うん、それいい悪いじゃなくて、うん、まあ、お互い様だよな。そうそうそう、だから俺はそうなりたくないし、彼らもそうなりたくない、うん、そんでいいと思う、思うんだよな、俺は。やっぱ、俺も中卒だしさ、うん、まあ、中卒じゃん、中学も行ってないだろ、お前。行ってない、小卒。小卒じゃん。リュウジと同じだわ。小学校卒業、最終学年。中学、退学。だけどまあ、視聴者の中でも、やっぱ、じゃあこんなところには仕事頼みたくないって言うかもしれんけど、だけど、まあ、一番怖いのって逆に真面目なやつがさ、悪徳営業とかああいうやってるやつってさ、うん、人傷つけてないことない人って本当に危ないじゃん、うん、もうその大人になってから今までねレールにしか走ったことない人、悪走行の道を走ったことない人って本当に平気で人のこと騙すし、悪徳って言われるんですかよ。うちはまあ言われんけど、だけどそういう業者おるじゃん、塗装ってまたそういうのが多いじゃん、
で結局ちょっと喋るのがうまいだけで営業になって、塗装のことも知らんと。そうだよね。そうそう。でそのことも知らん。これだけのことが手抜かれとんだよっていうの、本当の現場を見たことない人たちって分からんじゃん。そうだよね。ああいう人たちはもう本で勉強するではないけども、そういうマニュアルに沿ってだからね、うん、だけど失敗から学んだ方が。そうだ、そうそうそう、俺らでもそうだけど、それ俺ら一番いい例じゃない。でも失敗しまくって一個一個も失敗して飛び越えて全部失敗というあの108個の失敗全部やりたい。1個失敗したら多分2個ぐらい損だ。でも、うん、でもまあ本当に俺は本当に思う。なんか最近それすごいの思うで、まあもういいやと、別にもっとやんちゃくれだよっていうのも別にいいし、まあそれで、うん、結局あ嫌だなと思うと結局嫌なんだわ。だからその人たちはその人たちの生き方があるの。それを別に俺も否定するつもりもないし、ああでその人たちに別に仕事をもらえんのよ、別に俺はいいわけよ、うん、別になお前ら所詮中卒だろみたいな。ああ、俺らはでも中卒だからできることを一生懸命やってきて現場っていうさ、うん、だってなり手がおらんわけじゃない今現場にやる人なんか、うん、だけどね、俺らはこうやって一生懸命やっとることでやっぱね、何も意味ないことはないじゃん世の中にとってね。じゃあ俺はやらなかったら塗り替え道場っていうこの愛知県がなかったらって、うん、ね、まあ、ちょっと難しい、偉そうになっちゃうけど、じゃでもそうじゃないの。でもやってくれたことによって喜んでくれとる人がいるわけなんだから。まあそうだよね。そうだよね。別に普通に考えたらどうね。なんでドッキリでもそうって社長。ね、どういうこと。なんでやって喜んでくれる視聴者さんがいるから、うん、いいんです。お前も最近ちょっとやりすぎだぞ俺に対して。最近でもね、なんか1万2万とかのチャンネル登録の人、だからコラボ全然待っとるんで。社長騙されてくださいって、面白い騙され方だったら、はい、全然騙されたので。じゃあこれから今後仕事どうやってやっていこうかなとか、あの仕事ですか、うん、ないです、まあ本当にね、あの、まあ、最後 まとめてないかもしれんけど、まあ、まあ一生懸命あれや、本当にサラリーマンでね、大学出て一流企業入ったコンタチョルも稼いでる子は本当いくらでも、本当にいくらでもな、授業でも結構やってるやつ、やってるでしょ、管理職だとか。いくらでもおると思うんだわ。だからそれはこの業界って、あの、まあ分からんけど、俺は大企業にも勤めたことないんで、まあ、悪口になったら申し訳ないんだけど、その何入った順に上がってって偉いさんになれるほど建設業界って本当に厳しい世界だもんね。やっぱこういうやんちゃくれの子たちを何教育できるような人間じゃないと上に立てんわけじゃん。逆にはそういう子たちって1年でも2年でもすぐ拾ってもらえるわけじゃん、うん、力も取れた。それは俺はここの業界のメリットなのかなって。分かりやすい、はっきりしようから現場も生産性も出るし、身にとっても分かるし、ね、反対に僕もあるのが、面接この間来た時も一番すごく困ったですよね、うん、なんで前の会社、その前の会社、うん、でやっぱ年功序列みたいにそうやって上がってきた会社で勤めた人には、うん、多分厳しいと思った、うん、まあまあそういうことだよ ね。でそこでぶち抜く力がないやんけどな、まあ、あんまりいい人に恵まれてない、まあ、建設なんて本当そうじゃん、うん、もう変なやつもいっぱいおるで、もちろんね、うん、下請けで 2,3 人でやって、ね、まあ、人数が悪いじゃなくてそういう、もうまともなことやってないやつだっておるじゃん、うん、もんで親方たかが 2,3 人なのにもう現場でないとか、うん、で酒ばっか毎日飲んどる、まあ、会社なんか大きくするつもりもないってやつも、うん、まあ、いっぱいおると思うんだわ。でその人たちが別に悪いわけじゃないもんで、ただそれについていっとるやつの方が悪いと思うんだよね、うん、でそれで文句言うやつが、じゃあお前も連れてってだって楽なそこにおるんだろって、はい、まあ、楽なとこもあるじゃん。やっぱ俺らみたいに伸びていく会社ってきついところもあるじゃん、うん、どんどん厳しくなってくる、ね、今までなかったルールがどんどん増えていって、どんどん組織がでかくなるから、どんどん厳しくなってくるっていうところに、それが心地いいっていう子たちがやっぱ残るよな、うちは。まあそんな感じです。はい、福島まで来て動画撮っとるで、ちょチャンネル登録がしてね、お願いします。また見てね。また見てね。